前回までのあらすじを語ろう。腹をすかせて私は地下鉄を這い上がった末に高校と光る M 館伴奏をマクドナルドを目にしたのだ。少女的スマイルを浮かべるほくろのチャーミングなお姉様に私はぎこちない笑みを返しながら390円のビッグマック、そしてプラス100円でパティ2倍の夜マックを購入した。見よ、この一目で体に悪そうだがジャンキーでジューシーなフォルム。通常なら原因馬食のごとき勢いで口に運びたいところだが、私はあろうことがバラバラに分解計測を始め一から作り出すことに躍起になった。そして幾度となく失敗を重ねながらそれっぽいピクルスとバンズを作り出すことに成功した。そして約3ヶ月間解説を放棄した末にやってきたパティ作りである。もはや誰もが忘れていると思い安心したさなか、一匹ろくでもない野郎が私のチャンネルに紛れ込んでいたのであった。ビッグマックの動画待ってます。話を戻そう。マクドナルドは 100% 無添加ビーフのパティを歌っているわけだが、調味料に塩コショウ、そしてナツメグを使う時点でバリバリ添加物を加えているのではないかと異議を唱えたくなる私の胸中であった。粘りが出るまでコネコネしたら直径約9センチで成形を行う。この時の私は愚かにも肉は焼いたら縮むという事実を失念していた。おまけに鉄フライパン通称オサムは不機嫌で、肉のこびりつきがひどいありさまだ。この日は本当についていなかったと。まあこんな形であるが、パティの準備は完了した。そして大鳥のソース作りである。ソースはファストフードにおいて何よりも重要なファクターである。白米だろうがバナナだろうがお父さんの足の指だろうが、かけて食べたらビッグマックだと思わせられるような味にしなければならないのだ。そしてこの調味料のバランスで私は完璧なまでのソースを作ることに成功した。だが3ヶ月前の出来事である。今となっては分量など忘れてしまった。あとはレタスを約8ミリ、玉ねぎをみじん切りにしたら全ての処理が完了だ。バンズにソースを塗り込み、玉ねぎ、レタス、ピクルス、チーズ、パティの順に重ね合体させればビッグマックもどきの完成である。どれ、一度箱に収めて見てみようではないか。見よ、一目で偽物とわかるこのフォルム。さらにはこのしつこいまでのアラウンドビューである。というわけで待ちに待った実食である。内実これまでの工程でハンバーガー5個分は食べているため腹は8記念ばかりに満たされていたが、こうして形になったものを食べるというのは宇宙天外、愉快適逸である。肝心の味はといえばそれなりにビッグマックに近いが、最もかけ離れているのはバンズである。やはり私は発酵工程を要する調理の修行が必要なようだ。というわけで諸君が無駄な時間と金をかけるのはやめて、お近くのマクドナルドへ足を運ぶことを願う。